はい、こんにちは、トララネコです。今日は感染ができたのでラプト校に行ってみたいと思います。ただね、ラプト校の場所がわからないので一度定期船で、行き方を確認したいと思います。ラプト校行ったことがないっていう方で、定期船でどうやって行くのっていうことは参考にしてください。それでは行ってみましょう。はい、出発地の近くに到着しました。まずは定期船の一番最初オルビア港っていうとこから乗るっぽいです。で、オルビア港の場所なんだけど、ベリアから、オルビア村の近くの、ここがオルビア港になります。で、オルビア港の近くが、安全地帯じゃないらしいので、この近くのね、農場で、お馬さんを置いて、走っていきたいと思います。ということで、お着替えしていこうか。はい。それでは、レッツゴー。はい、ここから定期船が出てるらしいので、定期船が来るまで待ってみたいと思います。いましたー。よそ見しててびっくりしちゃった。この船に乗る感じですね。この船はどこまで行ってくれるのかな。オルビア港からこんな狭いとこ行くの？
はい、到着。はい、これで中継地点のエマ島に到着しました。ここに3枚。で、ここで乗り換えて、ラット港に行くんだけど、ラット港行きの駅線はこっちの桟橋になるので、こっちの桟橋に移動したいと思います。今お船来てたんで。間に合わないね。間に合え。間に合ってください。あれ？あ、ちょうど来た？これに乗るの？びっくりした。ちょうど来たっぽい。はーい。ね、こっから、霧の中、すごい。はい、無事適正に乗れたので、これでラット港まで行けると思うので、このまま待ちたいと思います。花に変える。あ、見て見て、何か大きいのがいる。いる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 。なんかガオって言ってる。あー、見て。なんか大きいのがいた。マゴリア、マゴリア知識いただきました。知識もらっても真っ白。なに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 。あ、キャンディルームだって。うわあ、びっくりした。ダメージ来たよ。追いかけてくる。うわ、来た来た来た。わ、なにこれ。あー、すごい。潜った。うわ。
やっと島が近づいてきた。だからあの島じゃなかったら超ショックだよね。お願いだからその島にしてね。あれ？霧が晴れたんじゃないかと思ったけど、全然晴れてなかった。なんかあそこ船着き場っぽいですね。よかった。着いた。きれい。ねえ、きれいだね。到着。拠点管理人さんを探しましょう。あれ、落っこっちゃったんじゃない？落っこっちゃった。移動してください。あれ？はい、到着です。はーい。あ、今のとこカット？はい、ラット港到着です。よいしょ。無事ラット港について拠点管理人さんと話ができたので、このまま一旦撤退したいと思います。で、次は帆船で来てみたいなと思ってます。ね、だいたいレマ島から定期船で1時間ちょっとってとこですかね、片道。結構長くかかるので、時間に余裕があるときに行ってみてください。はい。動画のご視聴ありがとうございます。はい。で、ラット港まで定期船で行ってみる動画になります。もし、この動画が良かったよ、参考になったっていう方は、ぜひ、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、
また会えることを楽しみにしてます。ではでは、お疲れにゃんにゃん、バイバーイ。